張伊沢は、新末民発の軍人、政治家。革命後も成長に忠説を尽くす。字は、少なげん。号は、小寿老人。遠征外死後の1917年、混迷する新政府の動きを見て、すでに退位していた選定の不義を担ぎ、再び即位させて、帝政の復興宣言。いわゆる張君復壁事件に発展した。軍歴の開始は、かなり遅く。 1884年に初めて調査で兵士となった。その後、後世帝徳曽元春配下となり、1891年に三将となっている。1894年、総計の武士軍配下として法天に駐留している。翌1895年に天津へ移動して遠征外配下となり、公平衛艦隊に任ぜられた。1899年、 三島へ赴むき際団鎮圧に貢献、副将、総兵に昇進している。1902年、長君は北京へ移動し、聖大公と高所定の敬語の任についた。1906年、再び法典に赴任し、捧ぐ軍領北総統として、マサ県に駐留している。その二年後には、雲南帝徳、官宿帝徳に次々と任せられたが、 実際には就任せず、まさずに駐留し続けた。1910年、南京の裏口へ移動し、工房衛を統率することになり、さらに1911年8月には、江南帝督へ昇進している。同年10月、南京に駐留していた、新軍大急鎮が、武将危機義にこうして放棄すると、長君は、両高総督張り人、春の召喚に応じて、 南京城へ急行、革命軍を受け台で迎撃して、これを一時は退けた。しかし次第に革命派が勢力を増強していき、それでも長君は資金さんなどで環境に抗戦したが、12月には中家的せず、助手へ交代を余儀なくされている。その後、長君は新町からチャンス準部に任命され、さらに両高総督兼南洋大臣に昇進した。 1912年1月に中華民国が成立したが、張君は依然として反革命への姿勢を堅持し、戦闘堤への忠義を保った。翌月、遠征外が中華民国大総統代理に就任すると、不勝不詳ながら張君は武衛全軍としての再編を受け入れ、三島省演習に駐屯している。しかし若き頃からの過裂な性格からか、 近代化の世に至ってもなお様相を嫌い、長君もその配下の兵士も、弁髪を切ることはなかった。長君自身は、修正弁髪を切らなかったと言われ、後に、弁卒と称された。1913年4月、長君は早くも、不義採用率を格索したが、事前に計画が漏れたため断念している。遠征外に反感を抱いた、孫文ら革命派が、第二革命を起こすと、 7月に張君は遠征外の命を受け革命派を鎮圧した。9月1日に南京を攻略した際に3日にわたって放火、略奪、殺戮を盾にしている。鎮圧の軍港により張君はチャンス都督に任命され、12月には長江巡越氏に転じて助手に駐屯した。九百十五年武衛前軍は佐田武軍と解消され、 帝部上将軍に任命された。同年中に遠征外が皇帝即位を拡作し、実際に即位すると新朝復権を望んでいた長君は不満を示すようになる。ところが五国戦争が勃発すると長は五国軍には組みさず遠征外指示に転じた。1916年4月には暗記将軍に任命され、この頃には5 7英 約2万人の兵力を率いていたとされる。遠征外守護における大総統、霊元広士と国務総理団祈祈との清掃では、長君は団を支持した。また副壁の格索を開始し、その一環として、皇位らの助言を受けて、穴教国教化を公然と要求した。6月、七将の特軍を助手に招集して、団を支持する特軍団を結成。 そのリーダー格と目されるようになる。9月にも、長は、助手で会議を開催し、特軍団を13省まで拡大して、13省区、連合会を結成、長が名手として衰退された。1917年3月、府院の争いは、対独戦線をめぐって、さらに激化していく。従来は、対独戦線を進める団を支持していた、伊だったが、この問題において、 長は、対独戦線反対の姿勢を示した。ドイツが、密かに長君が計画する副壁を支持し、在家銀行を通じての資金支援を行っていたことが、影響していたのである。しかし長は明確な霊言広し派となったわけではなく、団とのつながりも保持していた。5月22日、長君は4度目の助手会議を開催したところ、この会議に団が、伏進の助手層を派遣し、 はじむの打倒をそそのかした。その翌日、はじむが団を国務総理から罷免したため、特軍団に属する各省特軍は、次々反はじむの独立を仕掛けていく。6月1日、劣勢に追い込まれた霊元広氏は、事態の収拾を期待し、長君を北京に招兵する電報を打った。7日、長は、弁軍3000人余りを率いて、助手を出発し、 途中の天津で、はじむに対して国会の解散を要求している。はじむは12日に国会解散を命令し、14日に、町は北京入りした。北京入りした町は直ちに念願の復壁に取り掛かり、7月1日に成長復活を宣言した。いわゆる、長君復碧である。復壁に反対した、霊元広氏は日本大使館に逃れた。 しかし、長君副壁は、国内各種勢力や世論から激しい反感を買った。しかも、かつて特軍団の狩猟と目されていた、長君であったにもかかわらず、特軍団の特軍たちからも指示は得られなかったのである。そして7月3日、段気髄は素早く長君倒を宣言、日本の支援も受けて、天津で内逆軍を組織した。 団の軍勢は5万人余りの規模であり、長には対抗する術などなかった。12日、弁軍は壊滅し、ドイツの飛後により割りは、オランダ公使館に逃げ込んでいる。こうして、長君副壁は、わずか12日であっけなく失敗に終わったのであった。1918年10月、長君は、特赦を受けたものの、もはや何の実験もなかった。 1921年、熱波林荒木忠司弁に任命されたが、実際には赴任していない。1923年9月12日、天津にて病没。去年70、送り縄忠武。ありがとうございます。